女だからできる、できたこと、私なんかね、いつも思うんですけど、昔の人は男の人とやっぱりちょっと、ライバル意識を持ちながら、なんか男には負けないよっていうような、その当時 そのウーマンリーグっていう、なんかそれはあったんだけど、私はねどっちかって言ったら女性の力と男性の力、力の出すところが違うんだろうなっていうふうにして思ってて、だからいや女だからできて男の人はちょっと無理だと思うよみたいな、そういうなんか、自分としてのなんか一つ、納得する、そういったことをいろいろと、自分の今までの仕事の中で感じたことを書いてあるんですけど、ぜひ、読ませていただきます、なかなか勉強不足でみきちゃん今女だからできたことの本の話を今してました、だそこにはそのオーガニックコットンとの出会いとかそういったことも書かれてる、もうねもう私にとって、なんていうのかな、仕事が人生だから、もうこのなりわいのオーガニックコットンが私にとってのもう人生そのものなんですよね、なので仕事は仕事、それから、家庭は家庭、それからなんか、地域貢献だとか、もうちょっと違うこととかっていうのも、私なんかね全てもう軸はこのオーガニックコットンだし仕事だしっていうか、なんかそこからいろいろと派生していくっていうことなのかなっていうふうに思っているので、だからもう本当に全て仕事が全て私の人生っていう感じです、オーガニックコットンとの出会いっていうのは、1989年から90年ですかね、そのあたりのお話をちょっとお伺いしたいんですけど、90年、89年かな、の、私ね、1985年にこの会社作って、でそれで、1905年後ですよね、1990年に完全に独立したんですけども、その独立する時にある方から、アメリカにあるオーガニックコットンを、輸入してくれないかって言われたんです、そうすると私はもう独立するわけで、もうそれには、もう来るものは困らずじゃないですか、もう独立して、もうね本当に何がどういうふうに自分のなりわいになるかっていうのも、まだまだわからない時でもあったんですけど、その時にそういうふうにして言われて、喜んでっていう、そういう感じで、そのオーガニックコットンって聞いたこともないけど、でも貿易をずっとしていた会社だったんですね、私が15年いた会社は、だから、貿易のことについてはそんなにアレルギーを持つものでもなかったから、分かりました、輸入しますよって言って、気楽にその、オーガニックコットンの輸入、輸入代行っていうのかな、インポーターとして分かりましたって言って、そしてオーガニックコットンの出会いがあって、でその出会いからいろいろオーガニックコットンのことをこう調べていって、もちろんそのアメリカに行って、エクスポーターになる、アパレルの人にもお会いしてとか、それからオーガニックコットン その考え方、フィロソフィーって本当にどうなんだろうかとか、それからその栽培している、オーガニックコットンを栽培している農家の皆さんってどんな思いでされているのかとか、やっぱりルーツをたどりたいじゃないですか、でなので何回かエクスポーターの人にお話聞いてもなかなか拉致が開かないんですね、なのでもうしょうがないって、じゃあ行くしかないわって言って、テキサスの農務省のミスター・ワイズマンさんっていう、彼のところに行きました、でその彼がテキサス州の農務省のオーガニック農法を作った人でもあったんです
ね。なので、まあ本当にあのすっごいタイミングが良くて、あの私にとってはもうこれ以外の人はいないよねって、オーガニックことのことを聞くにしても、歴史を知るにしても、それから人のネットワーク、どんなふうにしてこれが今テキサス州であのオーガニックことっていう新しい分野のそこのマーケット性とか、それを知るにあたっては彼以外に本当になんかいないよねっていうような人に最初に出会って、だからまあそれがすごく良かったんですね。そこでそのオーガニックコットンの魅力に取りつかれてっていうか、まあ彼から紹介していただいたあのファーマーたち、それから組合の人たちで、いろんな人にあのまあ、お会いすることによって、なんかオーガニックコットンの嘘のないところ、なんかみんなが本当に一生懸命にこのオーガニックコットンをあの、まあ、広めていこうとしている彼らをと出会い、で、まあ、本当に彼らのところにも私がもうすごい泊まりに行ってね、でなぜかって言ったら、あの1年を通してオーガニックコットンってどんな風にして栽培されてるのかをあの見ていきたいわけじゃないですか、だって何にも知らないんだから。私もともとが双眼鏡とか天体望遠鏡とかライフルスコープ作っていたんですね、レンズの製品を最初の会社で、だからその例えばコットンで織物とか編み物っていうのも全然知らない世界であったので、私にとってはもう全てもう一からあの調べなきゃいけないっていう状況でもあったんで、もともと好奇心強いから、そういう意味ではもう会う人会う人、それからあのワードもそうですけど、あそうおっていう、そういう感じがとっても新鮮でしたし、あのに私は3つの柱を、あのビジネスとして3つの柱を作るっていうことで、水と空気と光、これをあのアバンティの3本柱にしようと思ったんですね。水っていうのはあの浄水器ですね、あの当時水がやっぱりすごく汚れていて、あのなかなかその安全な水を飲むことってできなかったっていう現実もあって、じゃあ浄水器をあのちゃんと作って各家庭に、お配りしようよっていうそういったこと、それから空気も本当にすごく悪かったんですね、あの当時飛行機で羽田に着く時に東京の、上空ってもうすごいお椀のようなスモックで覆われているんですね、でそういうその、東京の、なんて空気の大気汚染っていうのを目の当たりにして、この下で私たち暮らしてるってどうすんだろうって、大人はいいけど、子供なんてもっと大きな影響を、与えちゃうっていう、そういう現実を見ると、この3つの、光と空気と、それから、水、これ私たちにとって生きる限定じゃないですか、でそれをちゃんとやっていったらいいんじゃないと思って、独立した時にそれをやろうと思って、それで、水とそれから、空気に関しては、一応仕事をさせていただいて、で光の方はやっぱりちょっと難しくって、できなかったんですけど、まあ、そういうものもやりつつ、はい、オーガニックコットンやっぱり最初だから時間もかかるので、そういう意味では時間をかけながら、しくしくとやってきました。で今はじゃあもうそのオーガニックコットン以外は基本的にそっちの方は全部やめました、はい、工場さんもなくなったところもあるし、これを続けていくっていうよりも、オーガニックコットンって日本で綿はテキサスから持ってきますけど、それを糸にする、生地にする、最終製品にするっていうのは、日本でやるっていうことに決めたんですね、なの
もうそれをやるだけでももう大変な、人と会社とに関わってもらわなければできないことでもあるので、まあ、その一つのものづくりの、まあ、ブロックチェーンというか、そういったものを作り上げることとか、それからこのオーガニックコットンを、糸から最終製品にするまでの基準作りを、あの日本でやらなければいけないわけですよね。ですからその基準作りですとか、あの啓蒙普及っていうことで、団体を作ったんですね。その日本でやらなきゃいけないというのは、日本でその製品にしないといけないっていうことですか？それとも、そうです。そういうこだわりでやってらしたっていうよりも、そういう決まりですか？いえ、あの、アメリカにあるものを、あの輸入することはいとも簡単ですよね。でもそれが本当に日本人に合うのかどうか、それからやっぱり日本って繊維の国でしたよね。その国で今一度しっかりとオーガニックコットンを料理していただく、でこれは私は日本人として当たり前のことだと思ったんです。ですから日本で綿は日本はあの難しいっていうことをもうほとんど私がこの世界に入ってきた時にもあの自給率って 0% に近かったの でそれをあのやるっていうよりも、むしろ今テキサスにあるオーガニックコットンっていう認証された綿を日本に持ってきて、そこから製品にしていくことをメイドインジャパンでこだわること、それは日本での雇用創出になりますよね。そうですよね。はい、ですから私はそちらを選びました、もちろん海外で安く作ることもできるでしょうけど、私は産業ということをしっかりと日本の中で、根付かしたいというふうに思ったので、でこちら あの製品は基本的にはこう染料を、染めてないということですよね、これのこだわりっていうのは、一番環境に対して優しいやり方だからです。これ染色をするっていうことは、まず、綿というのは、生成りって言って色がちょっとついてますよね、あの真っ白じゃない、だから、まず漂白をする、それから油分がたくさん含んでます、綿っていうのは種を風雪から守るために白い綿が、種のためのベッドだと思うんですけども、そのベッドはたくさんの油分をあの含まれていて、あの種に、雨があのすぐに浸透しないように、もうたくさんの油分が含まれているんですね。そうすると漂白をしてその油分を取らなきゃいけない、脱脂しなければいけない、脱脂をして初めて染料が乗っていくわけですね、で染料を入れる、で染料を入れた後に、色止めの定着剤を入れる、でそれから柔軟剤を、それだけでは硬いので柔軟剤を入れる、それから時には防縮剤をかける、防縮剤って分かります？縮まないようにするっていう、その防縮剤をかけるって、で大体5回から6回のケミカルの中を通っていくわけです、でそのたんびにお水で洗っていくわけです、大量の水も使うし、で世界中、今淡水が枯渇していますよ、私たちの着るものが、データがどこからだったかちょっと失念しましたけど、色物の T シャツ、染色した T シャツ1枚が2700リットルの水を使うと言われています。それは本当に環境にとってすごく深くかかってるってことですね。ですよね。ですから、うちはそういう余計なことはしない、とりあえず生成りのものは生成り、それから今うちはあのグレーシュなものっていうのかな、グレーのものってありますけど、これは冬は焼くのものを焼くの、毛を入れてグレーにしたり、それから焼く動物の焼く、でそれの毛をあの入れてあのグレーにしている、それから夏は朝で朝の色をそのまんま入れてグレーにしていくっていうようなことで、基本は染めないということから製品作りをする。
これがオーガニックコットンの一番いい環境に対してのダメージを与えないベストなところだと思います。そして例えば上着とか外に着ていくものとかっていうのは脱脂もする必要ないですよね。あ、そうですね、はい、だってもう天然のウォータープルーフですから、でそのウォータープルーフが例えば、まあ、私が今着ているのもあれですし、それからこういうものもうこれも外着ですから、これは脱脂をすることないですよね。でそうすると天然のウォータープルーフですから、ちょっとなんか水荒れしても弾いてくれるわけです、汚れがつきにくいんですね、知らなかったです、なので、こういうものはもう別に脱脂しなくていいわけですね、でもタオルは脱脂しないと怒るでしょ、水でシャワー浴びてこうやって拭き取ろうと思ったら水を弾いちゃうなんて言ったら怒るわね、クレームになるでしょ、だからこれは必ず脱脂をして脱脂しますけど、その他のものはしない、そして洗濯をしていく間にだん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 油分は取れていくんですね、そして普通の洗剤だったら、漂白をしたり増白剤が入っていって、だんだん白くなっていくわけですね、でそれでちょっと気がついたらちょっとこの辺が汚れたかなとかって思ったら染めればいいんですよね、その時に染める、なんかそういう授業もやってらっしゃいますよね。そうです、リプリという、プリスティンをもう一度、命を吹きかけようよっていう、そして一枚のものがもっと寿命を長くして、使ってくださるお客様に、愛される、長く愛される方がいいじゃないですか、なので、それを後で染めてとか、またこうちょっとアップサイクルになんか施したりとか、そういったことをしてとにかく一枚のものを大事に大事に着ていただくっていうことがやっぱり私たちにとって、それを提案していくこと、それは作り手の責任であるかなっていうふうにも思っているので、そうですね、作る責任というか、ということで、いろんな提案をさせていただいてるんですが、最初からそうやって最初の製品から染めていくっていうことの、私たちにとっては、それよりは染めないでやることによっての、オーガニックコットンの、なんていうかな、優しさ、ケミカルでやっぱり傷んでいくんですよね、漂白をしたりとか染料入れました、定着剤入れましたって、もうすごく綿が、傷みます、でもオーガニックコットンのうちはこのまんまで1回か2回ぐらいしか洗いをかけてない、ということは傷んでないので丈夫なんですね、そしてそれと綿本来の持っているふくよかさを、こうそのまま残していってるっていうことなので、私はむしろそれを強みに変えていくにしたいなっていうふうに思っているんですね、普通は掛け算のアパレルって物事って掛け算をしなければ、ビジネスって大きくならないですよね、例えば今こういう形でシャツがあって、このシャツをこのデザインでこの生地でってありますけど、これをじゃあカラー展開、黒にします、赤にします、ブルーにします、黄色にしますって言ったら、そのカラーで掛け算ができますよね、確かに何枚も買う方もいらっしゃいますよね、このデザインが好きだからって、で言って、要するにビジネスとしては、カラーをその、入れることによって掛け算としていけるわけなので、そこではビジネスの、ある意味で広がりっていうのはできますよね、でもうちは1デザイン1カラー、1デザイン1カラー、それはこれは普通の男の人はやらない、はっきり言って、ビジネスを主体にしたら、このデザインをするっていかほどに時間と
それから人が介在し、それからもうすごいその、感性を、これに注入しなければ、ここまで出てこないですよね、そしてこれを作ってパターンを引いて、ね、サンプル作って、さあどうだって、これ、ワンカラーですか？そうですよね。でも人のやらないことをやることは、長い目で見たらビジネスになるんです。確かに、はい、もうファンの方がいらっしゃいますよね、まあ、ファンの方っていう、まあ、本当にやらないからやれる、やらないからそこに対する信頼、企業ってどこに理念があるのかとか、どこにそのこのデザイン、このブランドの思いがあるのかってすごく大切ですよね。なので、それを明快に出すことができる、そしてそれを明快に、お客様が感じてもらえる、でこれすごくないですか？すごいですね。なので、時間はかかるけど、これこそ他の人ができないことだよねって、で今までにこの、クルドにこのブランドができて20何年ですかね、24年ですね、96年ですか、そうですよ ね。その間にやっぱりカラーでやってくださいとか、カラーやりましょうよとかっていうことはありました。でもそれをやったら他と差別化できないんですよね。でそれでそのプロセス、例えば使う薬剤がいろいろ考えてやったとしても、出来上がった製品ってやっぱり一度染めてしまうと、やっぱりそのふくよかさとか何とかって少しずつなんか少なくなってくる、でもなんかお聞きしてると、差別化しようと思ってっていうよりもその理念を追求したら差別になっちゃったっていうことですね、感じがします。はい、もうそれがもう、オーガニックコットンって環境優先のものであるにもかかわらず、じゃあプロセスの中で裏側がためにこれをカラー展開するって自分の中における矛盾と戦わなきゃいけないですよね。矛盾と戦うって不健康だし、顔が曇ります。でもそういうこと言ってくる方とかいらしたんじゃないですか。いますよね。だけど、まあうちはまあ女だからね、案外とケチなんだよね。でだからこうなんていうかな、あこれだけ売れてこれだけ利益が出たから今度は なんとかっていう車を買おうとか、なんとかっていうすごい時計を買おうとか、なんかそれからどこどこにすごい家を建てようかとか、そういうところにあんまり関心がなかったね。なので、地道に、いやもう本当に他にもたくさんいろんな事業もやってる、でそのこともお聞きしたいんですけど、時間があれですよね。すみません、これはなんか特別公演ってことで、今度何部作かに分けていかないと、なんかみんな頭がなんかこんななっちゃうので、今日はそのオーガニックコットンの最初から、それから思いっていうことをお話しさせていただいたので、はい、そして、まあ、これから私たちが今やらなきゃいけないのは、先ほども言いましたように作る責任っていうことからすると、やっぱりこれを今、世界のゴミの 14% が繊維と言われてるんですね、その 14% の繊維を私は天然繊維っていう中においての、アップサイクルですとか、リサイクルですとか、そういったことをこれからしっかりとやっていきたいなっていうふうに思って、でそれで、まず紙を作ることを20年前からやってきました。再生木綿紙っていう紙を、でそれをもう一度しっかりと、それをアバーティーだけではなくて、まあ、世の中の、まあ、少なくとも今は日本で作られる、そのコット
と精神、それから朝ですとか、そういったものを集めて、それで紙にしていくと。それからセカンドステージは、その、それは、まあ、産業廃棄物になる、例えば裁断くずですとか、それから、まあそのプロセスの中において、まあ、ロスになる部分ですとか、そういったものを使って、でそれで紙にしていくっていうこと、それから次なるステージは消費者に渡ったものを、じゃあどうやって、リサイクルしていくかっていうことなんですけど、消費者に渡るってことは縫製ですよね、でそうするとそこにはコットン以外のレーヨンとかアクリルとか、そういったものの縫い糸が使われていたりとか、ボタンがあったりとか、ファスナーがあったりとか、でそれを本当に完全に取らない限り、今の状況からすると紙にはできないっていう今現実があるんですね。なのでそれをまあ、そこの技術的なものが、環境が整うまでは、産業廃棄物をとりあえず私たちはしっかりと、リサイクルしていこうということで、今大きなうねりを作ります、今年中に。もうじゃあ、はい、もう今それの準備してまして、NPO を作ることを今準備しています。そうなんですね、はい、楽しみにしてください、はい、それから、エネルギーと、風車と、それからその下に、風車の下って広大な土地が広がるので、その土地に、綿植えて、麻植えて、羊飼って、それから お蚕さんを飼ってっていうことで、今日本は繊維の自給率が 0% なんですね、その 0% を少しでもアップさせようということで、エネルギーとこう一緒にですね、綿の栽培をするっていう、そういったことを大々的にやろう、4年前からスタートしております、日本各地に、はい、和綿ですか、はい、和綿のことはもう20年前からやっておりますんで、まあ、そのことをこれからも、もっといろんなこととコラボレーションしながら、綿を私たちは自分たちで栽培して、ゆりかごから墓場までをみんなで一緒にやろうよっていう、そんなことを今考えています。素晴らしいですね、楽しみにしてますし、はい、何かお手伝いができたらと思います。どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。